アロハ、カイマナヒラの練習は順調に進んでますでしょうかね、おさらいしましょうね。一緒にね、歌いますので、私はあちゃんかちゃんかとこう弾きますけど、コードをしっかりとシー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 ね、ぜひ歌ってくださいね。ワン、ツー、スリー、フォー。いわほまこいかぽじねい。で、セブン。あいけいかなにかいまなじひらし。かいまなひじら。デセブン、あうまいるなじ。はい、よし、ね、もう上手にできましたか、ね、今日はイントロ説明しましょうね。こちらの A7 使いますね。 A7 こちら3弦の1フレット1箇所、この A7 でイントロとか、ね、前奏ですね、あとは途中のところ、フラの曲って、歌の間にバンプといってね、合間が入ります、ね、そういう時フラダンサーさんはステップだけ踏んでますけど、 A7、D7、G、ね、これもうね、いつもいつも使う流れです。251ですね。一箇所押さえてちょっとこう広げる感じで G に戻る。今とちょうちょやってますから G キーですね。 G に帰ってくるっていうのはなんかお家に帰ってくるって気持ち持つといいですね。 A7、D7、G ね。1、2、1、2、1、2、3、4、A7、D7、G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 。これでもうイントロ。今2セットやりました。2セットやるとイントロで使えて。ね、1セットだと曲と曲の合間のバンプとなります。じゃあこの、イントロまずやってますね。2セット、 A7、 D7、 G、 3、4、またこれをキュッと持っていて、 A7、 D7、 G、 で、イワホと C、 イワホマコと入っていく感じ、ね、で、歌が終わった時もA7、D7、G、E ってやると、これがずっと繰り返し、またね、一番もう一回歌うとかっていうことでね、できていきますのでね、この A7、D7、G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  っていうところもぜひ練習してみてください。そうするとね、曲がね、どん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 広がっていきますのでね、はい、ありがとうございました。